カトレア。カトレア、カトレアとも。カトレアとは、中南米原産の卵化植物の一つの属、あるいはその近縁属との交配品種を含む一群の植物である。美しい花を咲かせることから、よく栽培され、最も有名な洋ンである。洋ンの女王とも言われる。非常に大輪で派手な花であり、いわば洋卵の代名詞として扱われ、現在では、 多くの交配種があり、栽培されている。切り花としては、華麗さと高級感を演出する。名前はこの族の最初の収集者で最初に栽培で、花を咲かせたウィリアムカッタリーにちなみ、族の名前として、懸命されたものである。もともと彼が南米から送ってもらった植物の梱包材として使われて以降の着生植物に興味を持ち、栽培してみたところ予想もしなかった。 見事な花をつけたため、イギリスの著名な植物学者、ジョン・リンドリーが記載して、懸命したという逸話が伝わっている。和名としては、ジー・ラビュータに対して、日の出欄というのが、牧野富太郎によって与えられている。花の美しさを日の出に見立てたとのこと。これ以降、カトレア族は、ヨーランの代表として注目され、四体洋ンのトップに必ず挙げられる。カトレアの名は、 カトレイア族の植物の創造として使われる。これは当然であるが、この族及び金縁族との族間交配も多く行われ、それらはカトレイアの花をより美しいものにするために行われた傾向がある。そのため、それらの族間雑種にはそれ相応の名が与えられてはいるが、一般にはそれら全てをまとめてカトレアと呼んでいる。なお、近年の分類体系の変更により、 その族の境界も変遷をたどっており、カトレアの名を冠する植物の幅も広くなった面がある。カトレアを国家としている国はコスタリカである。カトレアは着生植物であり、保腹系の節から出る白くて太いうどん状の根で樹皮に張り付くようにして生活する。根の表面は白いスポンジ状の脂細胞からなる組織で覆われ、雨水や着生した樹木の樹皮を伝って落ちてきた水を、 素早く吸収し、その後で、ゆっくりと内側の生きた組織で吸収する。根の生きた組織は、葉緑体を持ち、光合成の能力を持つ。そのため、表面のスポンジ状の組織が水を吸って、光の乱反射が起こらなくなると生きた組織が透けて見え、根全体が緑色に見える。植物体は全体に、肉厚で硬い。補服系はあまり伸びず数節だけ成長した後に、 すぐに立ち上がり、多肉質の偽休憩、バルブとなる。偽休憩は、梱包状でやや扁平、数節からなるが、そのうちの一節だけが長く発達し、先端には一枚だけあるいは二枚の葉をつけ、これは、同じ個体でも、個々の偽休憩で変異があることがある。そのため、偽休憩の先端の葉が一枚だけの場合、一見するとやたらこつい傭兵を持つ一枚の葉の、ようにも見える。 しかし茎である証拠に、花は、偽球憩の先端の葉の根元の内側、液がから出る。偽球憩には多量の水分や栄養分が蓄えられ、間欠的にしか水が得られない木の枝の環境に耐えられるようになっている。偽球憩と、葉は何年間もの寿命を持ち、株全体で常に数本の偽球憩を持っており、古い偽球憩では、葉が枯れて落ちても、なお余命を保ち、 水分と栄養分の貯蔵期間として機能している。成長期になると捕復系と偽球系の境界部の節の液芽が成長を開始し、新しい偽球系が立ち上がり葉が伸び始める頃に、新しい捕復系から新しい根が新調して樹皮に固着する。この成長期の根の先端部はまだスポンジ状の芯だ。組織が分化していないため、みずみずしい緑色をしている。花は、 偽球形の先端から出てい数輪つく。ただしワルケリアナは葉を生じない特別な偽球形を生じてその先端で開花する。外下避はやや細い楕円形、側弁は幅広い楕円形、新弁の基部はしべ柱を包むように両端が上に曲がって筒状になり、先の方では乱形に広がり、周囲はひだになってうねり、中央は濃く色づくものが多い。 花びらは大きく開き、正面を向く。色は白からピンク系のものが多く、非常に華やかで美しい。中南米のコロンビア、ベネズエラ、ブラジル、エクアドルなどに分布し、特にアンデス山脈などの標高を100メートルから1500メートル程度の森林地帯に算する。着生植物であり、木の樹皮に付着して生活する。 ザプラントリストにてアッコシェプテッドとされている種は以下の通り、発見の当初よりその美しさのためによく栽培され、また新たな種の発見に努めるものも多かった。禁煙族との間の属間交配も行われ、多くの品種がある。ただし、それらの名前には複雑な経緯と変遷がある。そのため文献やラベルには混乱がある場合がある。20世紀末まで、 野生種は40種ばかり知られ、それらを元にした品種改良も行われ、多くの交配品種が作られた。近縁の族であるレリア族、ブラッサボラ族、ソフロニティス族、とのでも交配が行われている。これらの族とカトレア族を含む4族の間では族間交配による雑種も年生を持つものが多く、3族間雑種や4族間雑種も作られている。それらは、 カトレアの花の色や型の範囲を広げることを目指して行われ、一般にはすべてカトレアと認識されている。それらの系統は以下のような名称及び略称で示された。ところが21世紀に入って生物分類学において分子系統による見直しが行われており、この類の分類体系にも大きく手が入った。2009年までの変更は以下の通り、 以下に、オーバ監修より、上記の群に関する、後輩族を挙げておく。ただし、特にエピデンドラム族との後輩品には、外見的に随分異なるものがあり、それらは、必ずしもカトレアとは認識されていない例もある。学名の後ろカッコ内は略称。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。